コナアイナ高校はアメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島のコナ地区に2つある公立高校の一つで1997年にケアラケヘ高校が始まるまではコナ地区で唯一の公立高校であった1921年に当時グラマースクールと呼ばれていた学校に9年生が誕生してその後10年生11年生12年生が追加されて 1925年に初めて高校の卒業生が誕生した。1997年にケアラケヘ高校が始まるまでコナ地区で唯一の高校であった。コナワイナはハワイ語で風下の中心になるところの意味。コナワイナ高校の付近はコナコーヒーで有名な地区で1932年から1968年までは 夏休みが9月から11月にシフトされて生徒たちが家族のコーヒー収穫を手伝えるようになっていた。現在の地区区分では、ナワ江ナ高校はサウスコナ地区のケアラケクアにあり、サウスコナ地区の子供たち及びノースコナ地区の子供たちの一部が通う高校で、ケアラケ平高校はノースコナ地区の子供たちが通っている。以前は同じ敷地内に小学校、 中学校も併設されていたので、全生徒数は1000人を超える時期もあったが、小学校のみはすでに修道の反対側の進行者へ引っ越している。住所はで、ハワイ修道11号線のコナワエナスクール交差点の信号を、コナワエナスクールロードへ入った先の両側にある、エリソン・鬼塚記念体育館、沖縄県立久米島高校と交換留学を行っている。 be equal to your school, students put こなわいな S ヒストリー pride on display hat, こなわいなエレメンタリースクールハワイ短期留学に行ってきました。ありがとうございます。